カッパは日本の妖怪。標準和名のカッパは川にわらわの変化形、わっぱが複合した川わっぱが変化したもの。川太郎とも言う。ほぼ日本全国で伝承され、その呼び名や形状も各地方によって異なるが、芥川龍之介の1927年の小説、カッパによって知名度が上がり、代表的な呼び名となった。 類縁に瀬コなどがいる。水神またはその寄り台、またはその仮の姿とも言う。鬼、天狗と並んで、日本の妖怪の中で最も有名なものの、一つとされる。具体例としては各地に残る、カッパ神社、カッパ塚がある。妖怪画で知られる、鳥山石炎によるカッパ体格は、子供のようで、全身は緑色、または赤色。 頭頂部に皿があることが多い。皿は円形の平滑な無毛部で、いつも水で濡れており、皿が乾いたり割れたりすると力を失う、または死ぬとされる。口は短いくちばしで、背中には亀のような甲羅が、手足には水かきがあるとする場合が多く、肛門が三つあるとも言われる。体臭は生臭く、姿は猿やカワウソのようと表現されることもある。 両腕は体内でつながっており、片方の腕を引っ張ると、もう片方の腕が縮み、そのまま抜けてしまうこともあるとされ、これは中国の猿妖怪で、同様に両腕が体内でつながっていると言われる、通り肘円甲の特徴と共通している。18世紀以前の本創学、博物学書上におけるカッパのイメージは、両将類的ではなかった。 例えば、文安元年に成立した科学集には、川嘘を置いて、河童になるとある。また、日暮辞書の河原うの孔では、川に住む猿に似た獣の一種と説明されている。18世紀半ばに、山がなく猿に、馴染みのない江戸の人々に授与しやすい、カエルやスッポンに似せた両生類的な江戸型の河童のモデルが生まれ、19世紀には出版物を通じて、 全国に伝播し、置き換えられていったと考えられている。体は、うろこで覆われ、くちばしがあり、頭には皿を乗せている。頭の皿が割れると死ぬ、または力を失い衰弱する。背中に甲羅があり手足に、水かきがある。絵画では、親指がない、爬虫類状の手をした姿で描かれることが多い。亀のように四本足で歩く絵も見受けられる。 絵の題材にされることは多いが、キュウリが好物という以外には、具体的に何をしたという特徴もない。一般的なカッパの想像図に近い反面、目撃団は意外に少ない。全身が毛に覆われている。口には牙があり、鼻の造形がはっきりしない。頭部にはくぼみがあり、そこに常に水を溜めている。頭部の水が乾くと死ぬ、または衰弱する。 手には親指があり、足にはかかとがある。相撲が得意でよく人間の子供と遊ぶ。存在するカッパへの3割程度は猿型だが、中には背中の甲羅が書かれていないものもある。北海道の民ト地がアイヌの古い伝承しかないのに対し、九州本土や五島列島、沖縄などでは近世、近代の目撃が非常に多い。 昭和以降の目撃団にある、遠目には人間に見えたとする印象に近く、甲羅を紐で結んでいる絵も多く見受けられるので、甲羅様の道具を、美濃のように使っている人間であるとも考えられている。ごく稀に、甲羅でなく美濃のようなものに背中を覆われている絵もある。九州では、人間の歌や落石、倒木、 ダイナマイトの爆破音を真似するという伝承がある。カッパが人間を真似た歌は、節は綺麗だが、言葉は不明であったとされている。葛飾北斎、北斎漫画3編72ページに、初週のカッパ川や沼の中に住む。ただし例外に、事業浜の酒飲みカッパは、海に住む。泳ぎが得意。カッパにまつわる民話や伝承には、いたずら好きだが、 ひどい悪さはしないとか、土木工事を手伝ったとか、カッパを助けた人間に魚を送った、薬の製法を教えたといった、有効義理方さを伝えるものも多く伝わる。一方で、水辺を通りかかったり泳いだりしている人を水中に引き込み、溺れさせたり、尻小玉、尻小玉を抜いて、殺したりするといった悪事を働く描写も多い。尻小玉とは、 人間の肛門内にあると想像された架空の臓器で、カッパは抜いたシリコ玉を食べたり、竜王に税金として納めたりするという。ラムネ瓶に栓をするビー玉のようなものと申され、シリコ玉を抜かれた人は、不抜けになると言われている。カッパがシリコ玉を抜くという伝承は、 歴史者の肛門活躍筋が主観した様子があたかも尻から何かを抜かれたように見えたことに由来するとの説もある。人間の肝が好物とも言うが、これも前述と同様に歴史者の姿が内臓を抜き去ったかのように見えたことに由来すると言われる。相撲が大好きでよく子供を相撲に誘い、相撲に負けた子供の尻子玉を抜くという伝承もある。カッパは 人間の大人よりも力が強いが、仏前に備えた飯を食べた後に戦えば、子供でも負けないと言われている。また相撲を取る前にお辞儀をするとカッパもお辞儀を返し、それにより頭の皿の水がこぼれてしまうため、力が出せなくなるとも言う。カッパが相撲を好むのは、相撲がもともと水人に放げる行事だったためとも言われる。好物はキュウリ、魚、果物。 これにちなみ、キュウリを巻いた寿司のことを、カッパ巻きと呼ぶ。キュウリを好むのは、カッパが、水人の霊落した姿であり、キュウリは、初成りの野菜として、水人信仰の備え物に欠かせなかったことに、由来すると言われる。鉄、鹿の角、猿、金属を嫌う。カッパは水に12時間潜っていられるが、 猿は二十四時間潜れたので戦うと、猿に負けるという民話もある。シダの歯で頭を撫でると人間に化けることができると、される。歌川国吉が、高木虎之助。田村川で川虎を生け取る図ッパの由来は大まかに、西日本と東日本に分けられ、西日本では、下北信仰に連なる大陸からのトラとされるが、東日本では、安倍の生命の式神 縁のオズヌのご報道時、平野のタが仕事を手伝わせるために作った人形が変じたものとされる。両腕が体内で繋がっているのは人形であったから灯される。大陸都来の河童は縁光と呼ばれ、その性質も中国の猿に類似する。河心が秋に山の神となるように、河童も一部地域では冬になると山わろになると言われる。大分県では秋に、 カッパが山に入ってセコとなり、和歌山県では、ケシャンボになる。いずれも山わろ、すなわち山の神の使いである。また、カッパは、竜などと同じ水神とも言われる。山の精霊とも言われる、座敷童子などと同様に、カッパも一部の子供にしか見えなかったという段がある。カッパは、間引きされた子供の遺体が河原にさらされている姿との説もある。江戸時代には間引きは、 頻繁に行われており、他の子供に間引きを悟られないよう大人が作った嘘とも言われている。頭の皿について、民族学者の折口忍は、カッパの話の中で、皿などは食物を乗せるためのもので、つまりは生命力の象徴であるとしている。前腕何人前と書いた紙をつかやほら、縁などに投げ込んでおくと、翌日には、要望通りに食器が揃えてあるが、 借りた数を返さなかった日から貸してくれなくなった、というような、湾貸し淵などの呼び名で知られる伝承では、伝わる地域によって、貸し主がはっきりしない例や変化している例が多く、狐や竜宮と並んで、河童が器を貸してくれるとするところもある。川上から橋や湾が流れてきたという隠れ里に、まつわる話や、それに関する、迷いへの消せねぎつ。 縁にに滝木などを投げ込むと恩返しで復帰になる話、などは、ワなどの器が生命力から、富の象徴になったこと、ワと水の縁を示すものとされる。また折口は、息の殿川屋敷で、女が井戸に飛び込み、そこにワが沈んでいるという話も紹介した。これについては、古くから、水の神に捧げる嫁あるいは池にや、水に関わる、 土木工事での女の人柱が多く伝承されていることを挙げ、平戸に伝わる女カッパの例で、ある侍屋敷に下女がいて皿を一枚落として、割ったので主人が刀で切りつけると海に逃げ、その姿を見ればカッパであったという話を引いている。西遊記に登場する佐五城は、日本ではしばしばカッパに似た姿で描かれる。これは日本独自の本案であり、 原点においては、そのような設定はない。詳細は、佐護城日本の佐護城を参照。また、江戸時代には河童に関する専門書も発行されていた。小賀道案が、文政3年にまとめた、資料集、水戸攻略や、水戸十二品の図、坂本光年、坂本純沢編などが知られている。昭和以降の日本でも、 かっぱらしきもの目撃団や足跡が見つかった事件があり、実は怪談集やオカルト本に収録されることがある。土の子などと並んで、日本を代表する未確認生物として扱われることもある。未確認生物ではあるが、動物の集団の仲間に入れられることもある。妖怪的な存在としては珍しく、愛くるしい姿で描かれることも多い。 カッパ伝説のある地の地域おこしなどを担うマスコットキャラクターのみならず、水に関する企業のマスコット、河川、故障の水質汚染防止や環境保護の啓蒙を担う公共機関のマスコットなど、そのキャラクター性を様々に利用されている。また、水辺環境保全運動においては、カッパが合わせ持つ恐ろしさと愛嬌がうまく活かされている。地域により、 細部の違いがあるが、茨城県同様、愛媛県西予市の若宮神社や岐阜県飛騨地方でも、悪さをしたカッパを許したりカッパの腕や手を拾って、返したりしたら、人助けしてくれたといったカッパの恩返し伝説が伝わる。九州には九千坊と呼ばれるカッパの元締めにまつわる伝説がある。 九千坊は九千匹の子分を持ち、熊川、筑後川を本拠として、西海道一円の河童を束ねているという。九千坊の悪さに起こった、加藤清正が、九州中の猿を集めて退治したという伝説もある。段ノ浦の戦いに敗れた、平家の武士たちは散り散りになって、九州に逃れた後、源氏の追手に次々と撃たれ死んでいったのだが、そのうち滅ぼされた。 平家の落ちの霊魂は、河童となり、九州各地で大畑を荒らし、人民牛馬を川に引きずりゴむなどのいたずらを、働いたとされる。武前国大分県の中津市ヤバケ町に鎮座する雲、八幡宮では、古くから、河童楽という、河童封じの神事が行われている。それはカッパを中央に囲み、楽を奏し、東内輪と言われる、大きな内輪で仰ぐことにより荒ぶる。 カッパの霊魂を沈めるというもので、その後は、カッパの人通力によって、村の平和は守られたと言い伝えられている。畜語国に伝授されたものと、カッパ楽由来記は、伝えるがいつ頃から始まったのか定かでなく、畜語にも、その伝承が残っていない。現在、大分県無形民族文化財として指定されており、少なくとも、江戸中期頃かそれ以前より、 毎年夏の例大祭に奉納されている。筑後国福岡県の筑後川付近には、カッパと地元民との揉め事や、カッパ族同士の戦争の伝説や、カッパにちなんだ地名など、比較的年代が明確ではっきりした記録が数多く、残っている。水に入る前にはタケノコを食べる。水に入る前には、仏前飯を食べる。水に入る前には前、 水天宮の申し子だと唱えるといった河童よけの風習は、久留米市の水天宮付近が起源とされる。毎年8月には、水の祭典という祭りが行われる。これは、もともと河童を崇めるために始まった祭りである。浮橋吉井町から、久留米市にかけて流れる小瀬川流域には、河童がいたと言い伝えられている。小瀬川の脇にある高橋神社においては、 昔から毎年9月には、カッパ相撲が行われ、昔は、大人の草相撲であったが、最近は、近隣の幼稚園児から小中学生による相撲で、背中に、カッパの甲羅を描き相撲を取る。茨城県の牛久沼には、悪さをするカッパを捕まえ松の木にくくりつけたが、改心したので逃がしてやると、カッパが草刈りをしてくれた、カッパの手を拾って、カッパに返したところ、 カッパが万能の公約の作り方を教えてくれたなど、カッパにまつわる伝説が多く残っている。生涯のほとんどを、牛久沼のほとりで暮らした日本画家の小川宇賛は、カッパを、好み多数のカッパの絵を残したことから、カッパの宇賛として知られている。晩年には画集、カッパ百図を出版している。神奈川県の茅ヶ崎市には、カッパを助けてゴロベ衛に、 お礼にとっくりを持ってきたという伝説があり、そのとっくりも静岡県で子孫が保有している。また他にも、目くじり川では、古くからの言い伝えとして、川沿いの畑を荒らしていたカッパを捕らえた農民たちが、怒りのあまり目玉をくり抜いてその地と共に川に流した、とされている。実際、川沿いのとある場所には、カッパの像が設置してあり、地域住民によって祀られている。 広島市の円光川には、その名前の由来となっている、円光という生物の伝承がある。この円光は、伝承での形容から、河童の一種であると考えられている。詳しくは、円光の鉱を参照のこと。千曲川の河童を、佐久の今岡地区の人が捕まえ、薄に縛って魚を食べさせ飼っていた。ある夜、河童が夢枕に立って、屋敷に、 ごぼうの種を絶やさないようにするから助けてくれと頼むので話してやった。それからあとは屋敷にごぼうが絶えないという。北作郡立下町と長和町には川太郎という名の河童にまつわる伝説がある。現在に伝わる河童のミイラや河童の骨などと呼ばれるものは多くは江戸時代のミイラ造形師が他の動物の一部を組み合わせて作ったものである。 好んで用いられたのは、エイトサルで、このほかフクロウの頭部を使ったものもある。また、カッパの手首のミイラと呼ばれるもののほとんどは、日本カワウソのものである。福岡県の北の天満宮には、カハクの手と呼ばれるカッパの手のミイラがあり、901年に、菅原道真が、筑後川で暗殺されそうになった際、カッパの大将が彼を救おうとして手を切り落とされた、もしくは、 道真の馬を川へ引きずり込もうとしたカッパの手を道真が切り落としたものとされる。また、佐賀県伊万里市山城町の松浦はじめ酒造にはカッパ全身のミイラが祀られており、地元ではカッパの酒蔵として有名である。古典的な目撃団やカッパ伝承のもとになる何らかの未確認動物が実在したのではないかという主張もある。この視点におけるカッパは、 人間や猿に似た、哺乳類様の生物、両生類や、爬虫類系の巨大な蛙のような生物と、想定されており、どの種類も背丈は30センチメートルから150センチメートル、程度であり、成人した人間を超えることはない。昭和頃の目撃例による、爬虫類系の河童には皿や甲羅がない例が多く、宇宙人の典型的外形となったグレートにいる。このため、 目撃者がグレーと誤認したのではないかとする例が、神事袋に掲載されている。アメリカ合衆国で目撃された、ドーバーデーモンや、カエル男、チュパカブラ、また、アクア説の渚原人との類似が主張されることもある。人間の尻小玉を抜いたり、牛馬を狂わせたりするといった行動については、未確認生物としての河童にはあまり結びつけられていない。 茨城県牛久市では、カッパの目撃情報があり、警察が駆けつけると水銀を含んだカッパの足跡のような痕跡が残っていたとされる。カッパの正体は、水死体や、その人を水死させたものの想像であると推定されることが多い。水死体は、皮膚は緑色をしており、頭髪がすり減っており、肛門が拡大していることもある。これらの点は、 体色が、緑、頭部がはげ、尻小玉を抜かれたといったカッパの特徴に合致する。水死体は、体がガスで膨張していることもあり、これが、カッパの甲羅に見誤られた可能性もある。また、すっぽんの姿に似ていることから、すっぽんを見間違えた可能性も指摘されている。また、水死体が浮かぶような川や故障、池は、特に子供には、 水難事故の危険が高いため、そこでは、カッパが出るので近づくなと子供たちに警告するために、カッパという妖怪が伝承され続けてきた、という推定もある。水辺に危険が付きまとうのは、今も昔も変わりない。警戒心の乏しい子供にはとりわけ注意喚起すべき。ところで、古来、竜神などの水人と妖怪、カッパは、水辺の危うさ恐ろしさの象徴でもあったが、 カッパの場合、現代社会でも、官民共に、そのイメージをうまく生かしている。特に危険と思われる水域に看板などの形で、設置される注意書きに、妖怪キャラクター、カッパとして用いられることは、極めて多く、日本各地で見ることができる。埼玉県の見沼大洋水を具体例として挙げる。同じ目的であれば、戦術の通り、 古くから恐れ敬まわれてきた竜神などの水神も考えられるが、カッパの方が断然親しみを持って受け入れられているということか、昔とは違って、現代のものに限ってはもっぱらカッパばかりが用いられている。なお、水神は洪水、津波などといった、社会全体が被害を受けるような自然災害に関して、存在感が失われたとは言えず、 大規模な環境保全意識となると、カッパの出る幕は、全くない。カッパ連邦共和国、日本国内と台湾のカッパ愛好家や、カッパ伝説が残る地域の自治体で組織し、カッパサミットなどを行っている。カッパ捕獲許可証岩手県の東野市観光協会では、カッパの捕獲を許可する、カッパ捕獲許可証を発行している。5年以上の更新をすれば、 ゴールド許可証になり、市内の施設で買い物の際に提示すると5%割引になる。カッパにヘをくらわす。月岡義都作はアマグのカッパはポルトガル語のカッパに由来種カッパとは無関係である。ただし、カッパをカッパと書くことはある。水木茂ロードにあるカッパの像辻川山公園の池に潜むカッパたち。ありがとうございます。